わ、みんな強いね。いやでもこれチャンスあるよ。算数1、これは今みんなねレートボケより上でしたけど、算数1でしょ。 1+2 って書いてるね。これ3、これチャンスあるよ。僕が勝てるチャンスあるよ。3ここだ、よし。そして 5×3 でしょ。 5×3 は15です。ここです、ここです。入れなかった。よし行こうか、行こう行こう行こう、行きましょう。あ待って、見てなかった。これは 1！ な、問題何、問題何、問題わからん。こっち行こう、こっち行こう、僕こっち行きます。なんか違った。みんなこっち来てる。みんなこっち来てる。バカめずられやがったな。危ない危ない危ない。よしじゃあこれは右だ。危ない危ねえ危ねえ、今見ました。今さあここで僕だけゲットしたけど、 12×6 はこれはなんとか8だからこっちっぽいで、これは合ってるね。そして次は、あ危ない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 、これ危ないから、これ危ないから、危ないから、ちょっゴールさせて。うわ次これ見て、これは難しいね。これ一番最初、うわ取られた、取られたな、これはもう無理だね。あいやチャンスある、チャンスあります。こういうとコースはね得意なんですよ。よしでジャンプ、ジャンプのオッケー。そして今度はこっちか、じゃあ渡っていきますか。でジャンプのこうで、次はこういう感じかな。そしていやあそこに落ちればいいのは分かんない、マジで分かんない。結構チャンスと思ったんだけどな。よし次こそ行きますか、この辺かな。よし来た、来ました、よし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 。で次こっち。やったやった。さあ行きますか、次左でしょ、で右、ここでジャンプ、いける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 ぞ。よしよし、中間ポイント勝った、これはもう僕の勝ちですよ。こっから中間ポイントは独り占めだね。いやもうこれねやられていいですよ。さあさあ行きますか、まああと3分あればいけるでしょう。これはもう僕の勝ちです。皆さんゆっくり見ておいてください。多分ねあの2人はもう来れないでしょう。これ結構難しいもんね。よしでこれ右、そして右の右のジャンプで、ここ左に行ってジャンプで、オッケーゴール。これは一人用コースじゃなかったけど見事クリアできました。今度はねファンファンっていうねコース名なんですよね。なんか見たことのないようなコースだね。じゃあこれは普通に渡っていきますか、まあ、みんなと争ってたこれ絶対やられちゃうやつでしょ。はやっ、ちょっと待って、早くない早くない、ちょっとゴールさせて、ゴール。おー僕だけ S プラスじゃん。しかもマリオ、さらにスーパーマリオブラザーズ1の1スピードランレース、ここで S プラスの強さを見せつけてやりましょう。さあ赤の土管に入るんだマリオ。あちょっ、青でいい、もうもう青でいいよ。これはオンオフになった瞬間だな。よし見た今のスピード、そしてこれ上だな。このコースなんか見たことあるね、ね見たことある。これ確か4つ目の土管ないよね、確かないんですよ。ほらちょっと待って、そうそうそう、こうなっちゃうんだな。確かそう覚えてたんですけど、これはね土管なしでいかにこの1の1のコースを早く一番最初に行けるかっていうコースになってます。多分ね、みんな土管のところでつまずいてんじゃないかな。さっきの僕がつまずいたところ。うおおおお、ちょっと待って、早い早い、あの人早い。いや、素晴らしいです。エスコートスターイージー、ノースターハードって書いてるね。エスコートスターって言ったら、まあ、スターの通りに行けば簡単なコースっていうことなんじゃないかな。っていうことで、スターをちょっとね、連れて行こうか。ちょっと待って待って待って、みんな変えないで。ちょっと待って、みんな人任せ、マジかよ。ちょみんな人任せは良くないぞ、みんなほら見て、みんな人任せですよね。もういい、僕もういい、怒りました。もう僕も普通のルートで行きます。もう難しいルートでも何でもいいです。てかなんでめっちゃピコピコ言ってんの、こいつか。お前かキノピコ、スター連れていかなでしょう、きっと。いやこれジャンプで渡れないかな、
ちょっと試してみよっか。ジャンプで渡れたらいいんですけど。よし、あ、いけそういけそう。あ、結構いけそうだねこれ。なんかあのキノピコがね、なんかピコピコやってるから、キノピコだけにね、僕はねこの難しいルートを自力で行きたいと思います。よし、なるほど、ここでちょっと左上に行かなきゃいけないんだね。ここまで来たけど次怖いで、ね、きっちり行けるのかな。いけ、いや悔しいいやもうちょっと、いや多分あれ左上行ってもまだ相当難しいコースが待ってると思うんですよね。あと1回しかチャンスないね。これで行けなかったらこのコースはみんなで引き分けっていうことになると思います。さあそれじゃあやっていきますか。ジャンプ、いけ、よし。さあ残り28秒、急がないでいきます。あの最近ですね、僕めっちゃ調子悪いんですよ。はい、あのビンバトの調子がすこぶる悪くて、本当にすこぶる悪くてね、結構負けがね続いてるんですよ。だからねレートも今ねめっちゃ下がってるんですよね。150ぐらいは下がったかな。まあそんだけでねすごく下がったっていうのはねどうかと思うんですけど、まあそんなに下がってはないのかな。でも僕はねレート6000を結構マジで目指してるけど、なかなかいけないね本当に。ここで、なるほど、ここでブンブンか。よし、オッケー。そして2番じゃない、1番かな。あ、ルイージ待って、ルイージ待って、よし、いいねいいねいいね。ここで倒す、ここで、あ、すぐ行く。よし、いや、いいよ、ありありあり、ちょっ、よし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 、まだいける、まだいけます。ゆるだ、やったここでもう一回ブンブン来そうな予感、めっちゃここでブンブン来そうな予感。いや、まだチャンスはある、チャンスはある、やったやった、勝った、ここで逆転勝利だ。それじゃあどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてぴよきんぐのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。